いやー、今夜は本当楽しかったよ。これで来週のパーティーに参加するの面白いですか？遅い。重症設置まで7秒半。それはお前には必要ない。え？そういう存在にお前はなっていると聞いている。キム。どかさないでよ。どうしたんだい？あの女の人が何か。え？なかなかのスタイルをしている。そうは思わないが、キム。変よ、あの人。そんなことより、車でパクストンたちが待っている。頼むよ、今夜我慢して付き合ってくれ。接近。神の皆により、不浄なる生け死屍に永久なる鉄槌を打た。エイム、撃て。ヤリス、撃て。ミッション終了。現在現場処理中です。了解。すみません。初陣はしくじる者の方が長生きするというが、お前さんはそうでなくても嫌というほど長生きするんだったな。らしいです。神の皆により、不浄なる生け死屍に永久なる鉄槌を打たん。エイメン。エイメン。ビクトリア。はい。お前さん、前に所属していた D11 でもお客さん扱いされてたようだが。扱いはしない。だが、特別扱いなんてしないでください。現場だけじゃなく、そうしたいところなんだが。厄介なんだお前さんは。厄介って？ミス・ビクトリア、あなたの日常のお世話はこちらでいたします。え、あの、え？
こちらです。あ、あの、申し遅れましたが、私はウォルター。インテグラ様からあなたをお世話するように預かりました。私の厄介なことって？厄介なこと？まあ大したことじゃありません。銀食器はお使いいただけないとか。あ、私銀のフォークとか使ったことないから全然平気。っていうか、昼間の外出もお控えなされた方がよろしいです。今日からはこちらでお過ごしください。日当たり最高。お、こんなベッドで眠るの子供の時夢だった。動く。あの、これ何です？ああ、昼間ぐっすりとお休みになりたいときはその蓋を閉じられるとよろしいですよ。棺桶じゃないよ、これ。夜は眠れないのか。見境なく人の血を吸ったりするなよ。そんなことしません。若い女を同胞にするような趣味があったとはね。趣味？あの父兄が自分で選択したんだ。ちゃんと飼いならしなさい、アーカード。バーミンガムの17号線沿いで北上しながら一家惨殺を繰り返している輩がいる。首には吸血痕、襲われた部屋にはご丁寧に神を呪う血文字。犯人は複数。安い吸血鬼が増えている。そういった分析はお前の務めじゃない。じゃ、明日の夜。
どんな薬用か聞くぜなあジェシカ。もうすぐなんだね。ああ。あと9つ。それだけやればあいつらに俺たちはもっと強くしてもらえる。永遠に生きられるんだ。ねえメイフン。ああ、しよう。そろそろこいつらがグールになっちまう。いいよ関係ない。お前も血に酔ってるんだ。あんたは？俺もだ。こっちを使え、ルーキー。こんな重そうなの、私。うん。わかりました。え？これ新型なんですか？樹脂製？33ポンドはある、マガジン未装填でな。そんなに重いのに。狙う場所が違う。え？お前が今狙ったのは人間が相手の場合だ。俺たちの相手はここだけを狙う。行動部隊ギャリス班出動準備。ギャリス班、国道17号を封鎖いたしました。ボニーとクライドの処理は行動開始後120分で完了する予定でございます。自分が何者になったかも分かっていない意識の低い吸血鬼、そんなものは以前にはいなかった。そうでございましたね。また現場に出たいか？いいえ、今はインテグラ様のお世話が私にとって何にも代えがたい務めでございます。えい！何？私たち永遠なんだよね。この気分の良さが永遠に続くんだぜ。すげえよ。永遠に愛し合えるんだよね。ああ、永遠に。ターゲット認識、高速制御術式第5号解放。こんな気分を味合わせてくれるなんて、あいつらに感謝しなきゃな。
おい！どうしたの？ねえレイフ、ここどこ？知らねえよ、わけわかんねえよ。私やだよ、街に早く出ようよ。うぜえ、黙ってろ。なんだ、あいつ。くそ、引き殺しやろ。信念も理性もなく、霧やコウモリにすら姿を変えることもできない。なんだよ、お前は。渇きを癒すためではなく、女子供を無用に殺し、楽しいか、え？そんなことで、お前らの欲望は満たされるのか。安く薄汚れたポニーとクライド。何なんだよ。そんなクズが、不死者になろうだと。永遠に生きる吸血鬼など恥というものを知れ。何なんだこいつはよ。やだ、私やだ。叫んじゃねえ。今度はしくじるな、フケ。ターゲット1名、こちらに向かって逃走中。距離500ヤード。お前にはもう見えているはずだ。え、だって500ヤード。嘘、見えてる。でも、ただの女の子にしか見えない。あれが吸血鬼。神の皆により、不浄なる生け死屍に永久なる鉄槌を打とう。エイミー、撃て。ビクトリア、お前が同類でないことを我々に示せ。ターゲット確認。セラス・ビクトリア、お前のターゲットだ。ターゲット処理完了。一軍 A はアーカード、 B はセラス・ビクトリア巡査長が仕留めました。了解、撤収します。ビクトリア、ヘルシング機関へようこそ。よくやった、フケ。私はセラス・ビクトリア、名前があります。お前はすでに太陽の下を歩けない存在になった。血を飲め。え、飲まなければお前の体は弱っていく。従え、私に。はい、マスター。